はい、こんにちは。派遣社員の独り言第246回目となりました。今回もご視聴いただきありがとうございます。今回のテーマは人生のレールについて取り上げてみたいと思います。まあ、人生のレールといってもそんな壮大なお話ではなくですね、どちらかというとこう社会人生における、そのお話というところでちょっと聞いていただければと思います。私は大学を卒業してから、とある会社に就職し、ちょっとそこでいろいろちょっとトラブルがあってですね、会社を辞めることになってしまったんですが、そこで働いていた以降ですね、転職っていうことに対して、結構安易に考えてしまっていたところがあったんですね。で、当然20代、30代は比較的数社転職したんですけれども、比較的こう自分の望んだところに入れたとかですね、そういったこともあってちょっと有頂天になっていったと思うんですよ。で、自分は周りと違って優秀なんだみたいな、今で考えるとバカみたいなですね、そんな思い込みがあって、受けたらですね、採用されるだろうという安易な気持ちで、結構転職を繰り返していたんですね。で、当時は営業とかしていたんで、営業なんか言い方悪いですけど、ある程度成績上げている人だったら取り替えが可能な職種ではありますよね。なんで、そういったところもあって比較的、転職が成功したんじゃないかなと今は見ています。ただやっぱりだんだん30代半ば、35歳説もありますが、それ以降になってくるとやっぱり転職活動もちょっと雲行きが怪しくなってきたんですよね。で、なかなか思うところに受からず、最後に正社員として就職した超ブラック企業、ここに働くことになって、早朝からの会議とかですね、深夜残業、徹夜、こういったもので体を壊してしまい、1ヶ月ぐらいちょっと休養するようなこともあったんです。で、1回復職したんですけども、やっぱり会社の環境というのは変わらず、またそこに戻ったわけなんで、またやっぱり体を壊してしまって、結局退職せざるを得なくなってしまったんですね。で、そこからしばらく貯金でなんとか生活していたんですが、働かないわけにはいかないんで、とりあえずつなぎとして、アルバイト感覚で、派遣社員ということで、コールセンターで働き始めたんですけれども、そこからですね、10年弱ぐらい夏になるんですが、もう派遣社員からもう抜け出せないというような状況になります。当然途中で、正社員の募集に対してですね、面接まで行ったりとか内定もらったり、そういったこともありましたが、やっぱりそこも同じようなブラック企業の匂いがしてですね、ここ入ってもどうせ辞めることになるんだなということで辞退したりとかしてました。ただそんなようなことで結局40代になって、どんどん年を重ねていくと、もう本当に正社員の道っていうのが途絶えてしまってるんだろうなっていうのがありますね。で、ハローワークに行っていろいろ探して親身になってくださる方とも出会いましたが、そういった方の応援もかなわずですね、結局、まともなところには巡り合えず、一社ちょっと会いに行ったんですけども、そこもちょっとブラックだったんですよね。で、結局そこはちょっといろいろ話を聞いたりとかしたんですけども、結局はもう辞退することにいたしました。で、今の派遣社員の仕事、ヘルプデスクに関しましては、特に仕事としてはやりがいも感じており、どちらかというと営業はやっぱり向いてなかったなっていうように私は自分のことを見てるんですね。で、どちらかというと、やっぱりその人のこのために働く、なんていうんですかね、裏方的なものの方が、合ってるんじゃないかなというような自己分析をしているわけなんですが、ただこの仕事で正社員ができれば一番いいんですが、なかなかそういうわけにもいきませんよね。こういった仕事っていうのは主に派遣社員にならざるを得ないような職種ばかりなので、今後、派遣社員でやっていくしかないだろうなと思いますが、改めて考えてみると、やっぱり日本のこの社会って、一度その人生の、人生というか社会人ですかね、レールから外れてしまうと、なかなかその元に戻ることができない。特に年齢を重ねれば重ねるほど、本来であれば、仕事に対する知識とかですね、経験等も増えて、新卒よりも条件は良くなるとは思うんですけども、やっぱり会社としては若い人材が欲しいと
ということで、まるミドル世代ということになると、よっぽどの経験を持っていたりとかですね、まあ、管理職経験があったりとか、あとは特殊な技術を持っていたりとか、まあ、そういったような方じゃないと、一般的にはなかなか転職できないですよね。まあ、本当に本部長クラスとかですね、例えば経営層クラスとか、まあ、そういったような経験がない限り、一般的なただ営業をやってきただけとかですね、そういった方っていうのはなかなか転職ができないと私は思ってます。なので、やっぱり、まあ、管理職経験は必須ですね。それがないと、まず無理だろうなと思います。まあ、私も一応経験、管理職の経験はあるんですけども、まあ、でも小さなベンチャー企業なんで、まあ、普通の企業から見ると、あんまり、まあ、重要視してくれてないのかなっていうようなイメージは持ってます。まあ、今後の望みとしては、まあ、私ら世代では叶わないかもしれませんけれども、今の20代、30代の方が、まあ、将来、まあ、例えば40代、50代とかになった時にですね、やっぱり、まあ、終身雇用っていうのも重要だと思いますけれども、まあ、一回レールから外れてしまった方も、やっぱり元に戻れるチャンスっていうのをですね、やっぱり作り上げていく社会じゃないと、やっぱり日本は破綻してしまうと思うんですよね。まあ、最近では就職氷河期世代に対して、まあ、公務員の、まあ、採用枠っていうのを作ってはいるんですけども、あんなの本当に採用人数なんか数人って限られていて、まあ、その何十万人、まあ、何百万人なのかちょっと分かんないんですけど、まあ、就職氷河期世代がですね、いる中で、まあ、その職を求めている人に対しての受け皿っていうのがあまりにも少なすぎるというようなところで、やっぱり政府としては、まあ、今後のことを考えていかないといけない。まあ、むしろ今後は、まあ、労働人口が減っていくわけなんで、やっぱり企業としても優秀な人材の取り合いになると思うんですよね。そういったところも考えていくと、まあ、就職、ある意味転職というのは、その優秀な人材の取り合い合戦になるのかもしれませんね。まあ、今だんだんそんな傾向にもちょっと移ってきてますけれども、まあ、そんな感じで、もしかしたら将来の大人になる今の20代、30代の方々にとっては、まあ、有利な社会になるかもしれませんけれども、まあ、今の私たち、まあ、第2次ベビーブーム、まあ、この辺りの、まあ、世代にとっては非常に厳しい世代かなと思いまして、まあ、今回お話に挙げさせていただきました。まあ、なんとか私もまだ諦めずに、まあ、派遣社員という働き方もいいんですけども、まあ、正社員に戻れる、まあ、道がないかと、まあ、模索して、まあ、これから生きていきたいと思いまして、今回お話に挙げさせていただきました。少々長くなってしまいましたが、ご視聴いただきありがとうございました。